私は春、二十歳、花の女子大生だ。今日は友達と街に遊びに来ている。で、その時彼氏が腹踊りし始めて。やだ、嘘でしょ。ちょっと春、もうあんたってば。どうしたのよさ。顔にパフェのクリームついてるよ。そんなアニメみたいなことある？もう春ってば、幼稚園児みたいで可愛いんだから。本当？どこどこ？春は本当に見た目も中身も幼くて可愛いよね。本当本当、いつまでもそのままでいてほしいよ。また子供扱いされてしまった。友達は私のことを幼くて可愛いと言ってくれるけど、実はこの扱いがすごく嫌なのだ。もう自分の幼い見た目と幼児体型はずっと私のコンプレックスだから、学校でもみんな私のことを幼稚園児扱いするんだよね。春は可愛いな、俺の子供のようだ。子供じゃないし、同い年なのよさ。私ももう二十歳だし、年相応に見られたいんだけどな。この幼児体型はどうしようもないにしてもさ。これが最近の私のもっぱらの悩みだ。みんな遅れてごめんな。お待たせ、みんな待ちくたびれちゃったかな。サラ、遅かったじゃん。何してたのよ。ヘアブローに3時間かかっちゃって。3時間？これは大学の友達の一人、サラ。私と同じ20歳だ。サラは誰もが振り返るほどの美髪とスタイルの持ち主、私の憧れでもあるんだけど、ただ一点残念なことがある。じゃあそろそろ買い物行こっか。オッケー牧場。ちょ、それいつの時代の人？その残念な点というのが。とりあえずどこ行く？やっぱ買い物って言ったらマルキューじゃない？え、あの子めちゃくちゃ髪綺麗じゃない？しかもスタイルめっちゃいいじゃん。絶対可愛いって。よし、声かけてみようぜ。すみません、そこのお姉さん、今暇？俺たちと一緒に遊ぼうよ。もうまたナンパ？今日何回目？私今友達と遊んでるから。今日は一緒に遊べないの、ごめんね。全然想像と違った。全然一緒に遊べなくて大丈夫です。失礼しました。また今度誘って。ってもう行っちゃった。また私の美しさに恐れをなしたわね。まったく、植物系男子なの？いや、それを言うなら草食系男子とか、そういう意味で逃げ出したんじゃないと思うけど。そう、サラの欠点はそのインパクト抜群の顔。サラの顔はぶっさ、いや、現代の可愛いからは少し外れた顔立ちで、ぶっちゃけ能面のような顔立ちをしている。生まれる時代が遅すぎたのよさ。ぶっちゃけすぎっぷんに。本人はその感覚がゼロなんだよね。サラの後ろ姿を見て声をかけてくる男性が多いのだけど、振り向いたインパクト大な顔に驚いて逃げ出す人がほとんどなのだ。みんなも私みたいにモテたかったら努力しなきゃね。美しさの土台が違うんだからさ。サラのこういうマウント取る癖だけはムカつくな。特に春？え、私？春はただでさえ体型も顔も子供っぽいんだから、人一倍頑張らないと。赤ちゃんはお家でねんねしてなさいって言われるよ。なあ、そんな風に言わなくたっていいじゃん。私だっていろいろ頑張ってるけど大人っぽく見えないんだからしょうがないじゃん。さあ買い物行こう行こう。自分は能面みたいな顔して。いや、私ったら何ひどいこと考えてるのよさ。いくら傷つくこと言われたからって人のことを悪く言うのはダメなのよさ。気をつけなきゃ。ハル、何よちよち歩きしてるの？早く来なきゃ置いてくわよ。てなわけでお買い物。あ、この水着かわいい。確かにそれいいね。ビキニ、絶対に私には着られないのよさ。ねえ、みんな見て、これ似合うかな。うわ、さすがサラ、スタイル良すぎ。本当にモデル体型だよね。すごい、本当に私と同じ年とは思えないのよさ。それは君が幼すぎるのが原因プニ。うるさいプニ。そんな似合う？じゃあこれ買っちゃおっかな。でも水着ってなかなか着る機会なくない？海とかプールってなかなか行かないもんね。
買っても無駄かな。あ、じゃあそれなら来週みんなで海行こうよ。新しい水着買ってさ。え、何それ楽しそう。めっちゃいい提案。あ、それなら水着買おうかな。え、それってみんなに水着姿を見られるってことじゃん。絶対に無理だよ。私は遠慮して。ね、春も一緒に来るよね。海なんてなかなか行く機会ないし、一緒に楽しもうよ。うん、ここで断ったら空気悪くなるよね。でも春の体型に合うサイズの水着なんてあるかしら。分かったのよ。さ、私も行くよ。はい、みんなで海とか初めてだね。楽しみ。どんな水着買おうかな。海辺に来ている男の人たち全員私の美貌にやられちゃわないかしら。心配だわ。こうして私たちは海へと向かうことになったのだった。それから数日後。あ、海だ、綺麗。もう夏も終わりに近いけど結構人いるんだね。ついにこの日が来てしまった。体型が目立たない水着を選んだつもりだったけど、やっぱりダメだったな。今日はずっと上着を着ていることにしよう。あれ？春ったらいつまで上着着てるの？ああ、春は上着脱ぎたくないんだって。海まで来て何言ってるの？こんな上着早く脱いじゃいない。よ、ああ、ちょっと待つのよさ。せっかく上着で隠してたのに。これは春、あんた可愛すぎるよ。三歳児かって感じで。ちょっとおじさんとかに狙われないように気をつけてよ。だから脱ぎたくないって言ったのに。ちょっと待ってよ。お腹痛い。春の水着姿どうなってんの。やばくない？ひどい。それで私と同じ二十歳とか。正気なの？だから海なんて来たくなかったのよさ。あ、春、悪い意味じゃないからね。本当に可愛いってことで。ちょっとサラ、それはさすがに言い過ぎでしょ。え、なんで？本当のことを言っただけなのに。みんなだって笑ってたじゃない。すみません、そこの子たち。え、私たちのこと？また私へのナンパかしら。ちょっと今お時間いいですか？イケメン。突然すみません、僕美容師やってるものでして、今うちの店のヘアカットモデルを探してるんだ。ヘアカットモデル？それで誰か魅力的な子に協力してもらいたいと思って海で探してるんだ。へえ、そうなんですね。いいわよいいわよ、喜んで協力してあげる。サラ、最終形態完成。ヘアカットモデルやる気満々っぽいね。もしこれでヘアカットモデルとして有名になれれば、たちまち私は人気者に。もしかしたら芸能界デビューも。サラちゃんだ。髪の毛綺麗。スタイルいい。一緒に写真撮って。みんないつも応援ありがとうね。これは私の美貌を世に知らしめるチャンスなのよ。邪魔者はどけなさい。大丈夫？私の綺麗な髪を切れることを光栄に思いなさいよね。はじめまして、私サラって言います。私、あなたのヘアカットモデルしてあげてもいいですよ。ああ、ありがとうね。そう言ってくれて嬉しいよ。やっぱりこの美容師も所詮は男。私にメロメロだわ。君の髪の毛はサラサラで綺麗だね。お手入れとか丁寧にしてるんじゃない？偉いな。当然よ、髪のお手入れは女性のたしなみの一つだもん。この反応の良さ。よし、ヘアカットモデル採用は決まったも同然ね。でも、ごめんね。君はちょっと違うかな。はあ？ちょっと、この私がモデルをしてあげるって言ってるんだけど。うん、申し出はありがたいんだけどね。今回のカットモデルは、うちの店を特集した雑誌に載るやつで、顔も映るんだ。なおさら私がいいんじゃん。いやいやいや、君の顔じゃ、ちょっと無理でしょう。あ、そこの君、ちょっといいかな。え、私なのよさ。君すごくいいね。ヘアカットですごく印象変わりそうだし、何より顔が可愛い。ぜひうちの美容室のヘアカットモデルを引き受けてくれないかな。え、私？あ、春がヘアカットモデル？
この私を差し置いて。でも私子供っぽいし幼児体型だし。何言ってるんだ。君はまだ本当の自分を知らないだけだよ。君はとっても魅力的だよ。俺がきっと自信を持たせてあげるから俺に任せてよ。本当に私変われますか。いいじゃんいいじゃん、プロの美容師さんが言ってるんだし。ハル、大人っぽくなりたいって言ってたじゃん。寄ってみなよ。じゃあお願いしてもいいですか。もちろん、こちらこそだよ。ああ、ハルがどんな風に変わるのか楽しみ。いやー、この子はダイヤの原石だと思うよ、本当に。なんでなのよ。私じゃなくてハルがヘアカットモデル、あのチンチクリンが。どう考えてもおかしいでしょう。私が今までどんだけナンパされてきたと思ってんの。あの美容師見る目なさすぎでしょ。あの子見て、めちゃくちゃスタイルいいし髪の毛が綺麗。声かけてみようぜ。ねえそこの君、ほらまたナンパ。私は男がほっとかない美貌を持つ女なのよ。なによ私と遊びたいの。あ、顔お化けみたいじゃん、無理無理。髪の毛とスタイルに騙されたわ、詐欺じゃん。逃げるぞ。ちょっ、私ってそんな顔やばいの。今までずっと絶世の美女だって思ってたんだけど。それは残念ながら勘違いぷに。もしかしてこれまでのナンパで振り返るたびに逃げられてたのは私の美しさのせいじゃなくて顔が可愛くないから。そんなバカな。そんな、誰か嘘だと言ってよ。あの海の日から2ヶ月後。ハルめちゃくちゃ可愛いね。大人っぽい。ね、これハルなの？めちゃくちゃ可愛いじゃん。あの後私は成田さんのカットモデルとなり、雑誌にその写真が掲載された。友達からは大人っぽいと大好評で、友達からの扱いも変わってきた。最近服装も大人っぽくなったね。俺ハルに惚れてしまいそう。あれ以降成田さんから何度かヘアカットモデルを頼まれて、その代わりに私は大人っぽく見えるスタイリングを教えてもらっているのだ。成田さんのおかげで自分を大人っぽく見せる方法が分かってきて嬉しいのよさ。一方あの日以来、サラはなぜか自分の容姿に自信を失ってしまったらしく、以前とは打って変わって人から見られないように隠れながら過ごしている。何かあったのかな、あんなに自分に自信があったのに。私自身もずっとコンプレックスに悩んできたから、サラの気持ちが少しわかる気がする。サラにはひどい言葉も言われたりしたけど、できれば元気になってほしいと思うのだ。だってやっぱり自分に自信を持って生きていくのってとっても楽しいって分かったから、できればみんな前向きに自信を持てたらいいなと思う。サラ、今度ヘアケアの方法教えてよ。サラの髪の毛綺麗だし。うん、別にいいけど。成田です。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。大人っぽいハルちゃんもなかなか可愛いね。でも僕は普段の少女のようなハルちゃんも、うん、やっぱり捨てがたい。テンションが変なのよさ。ハル好きならみんなが思うことだと思うんだ。もしもーし、よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。またね。